二画面とか多分最後のピッチになると思うんですけど、紹介したい人があります。民主党の福山さんです。よろしくお願いします。本当に議会の中でやれることを本当にやってもらうんで、でもまだ終わってないんで、最後今日挨拶してもらいたいと思います。よろしくお願いします。みんなお疲れ様です。特別委員会の理事をやってました福山哲郎です。毎日毎日雨だろうが夜だろうが、本当に皆さん本当にありがとうございました。まだ終わらないよこの戦いは。奥田さんをはじめ若い皆さんの一人一人の勇気に僕も勇気をいただきました。皆さんの思いに少しでも応えられる政治家がいるんだと、なんとか皆さんにお示しをしたいと思って懸命に頑張りました。奥田さんに国会にも来てもらいました。皆さんの思いを奥田さんに本当に日本中に伝えてもらいました。感動をいただいたのは僕らが皆さんに感動をいただきました。しかし感動してるだけではダメです。民主主義と立憲主義とこの国の多様性を大切にし、そして皆さんの言論や行動や言いたいことがどこでもいつでも言えるようなこの国にもう一度戻さなければいけない。とにかくみんな絶対忘れちゃいけません。この暴力的な絶対許せない強硬的な採決は皆さんの目にしっかり焼き付けて絶対に忘れない。何としてもこの国の素敵なこの国の戦後の70年を取り戻すためにもっともっとみんな頑張りましょう。みんなのいただいたみんなからいただいた勇気をまだしっかり受け止めてる議員がいっぱいいることを信じてください。そしてこれからも一緒に戦ってください。皆さんから見ればひょっとしたら憎らしいこの思ってる警察官の皆さんだって心の中でいろんなことを思ってる人が絶対にいるんです。私は官邸で仕事がしたことがある、みんな日本のことが好きな人がいっぱいいるんです。声を上げたい人がいっぱいいるんです。その人たちが皆さんのおかげで勇気を持って声を出せるようになった。どうかここからがスタート、戦うために頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。民主党福山さんです。もう一度大きな拍手よろしくお願いします。もう全然寝てないと思うんですけど、マジでまだ今日夜から朝までずっとまた新月続くと思うんですけど、本当に応援してます。野党は頑張れ、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 野党は頑張れ。